それはある日突然起きたんだ。子供たちの元に届いた不思議なカード。するとなんと驚くべきことに、突如カードからモンスターが現れ、バトルを始めたのでございます。ネットを通じて情報交換し合い、やがて世界共通ルールができたんだ。その中心となってネット上に集まった6人の子供たち、それが俺たちバトルクローラーズ。まずは一人。ずいぶん少なくなっちゃったな。ごめんね、みんな。バラードのように眠れ。何かよ。たまには顔が見たくなってね。社交辞令は結構よ。目的は何？問答無用というわけ。フィールドオープン。トラちゃん、これからもずっと一緒だからね。お嬢、どうかなさったんですか？え、ううん、別に。爆弾ハーポップアウト、ノバクロリアス。爆弾シュかかったわね。ゲートカードオープン、トリプルバトル。この2体でヒュドラを倒す。ポップアウト。パワーレベル350のノバグロリアスと340のノバセンチピードが力を合わせれば合計で690。これならばさすがのヒュドラも手が出ないはずよ。行け！甘いな。何？アビリティ発動、オレガノマーだ。この効果によりこちらはパワーレベルがプラス100。敵が複数いる場合、それぞれのパワーレベルをマイナス100奪わせてもらう。結果、お前の2体のパワーレベルの合計は490。一方ヒュドラは550。勝負あったな。やれヒュドラ。ザコどもが見せろ。バカな、一瞬だ。では今度はこちらが行かせてもらう。爆弾シュー。
カードオープン。アシュラのキャラクターカード。これでアシュラのパワーレベルは2倍の740。悪霊退散。無駄だ。だってこれでどう。フェイスオブレージ。とどめよマスカレード。この怒りのアシュラ様が貴様をグレンの炎で燃やし尽くしてくれるわ。アビリティ発動マージシード。マージシールドの効果で相手の基本パワーレベルから増えた分を全てもらい受ける。そんな。ほらそっくり返すぞ。受け取れ。アシュラ。みんな気をつけ。なんだって？もう一度お願いします。だから私もうバトルはしないって決めたんだ。Why？ なぜなのです？そうだよ。お前バトルするのあんなに好きだったじゃないか。でももうやらないって決めたの。一体何があったのでございますか？なんていうかいろいろあってね。まあそういうことなんでよろしく。なんだそりゃ。どうしたのでしょうルノさん。最近何か悩んでたみたいで元気がなかったんだけど。ディグレス、何か聞いてないのですか？いえ、自分は。ったく何なんだよルノのやつ。マスカレードをこのままにしといていいってのかよ。そうは思ってないはずだ。でも戦いたくない理由があるんだろうな。もう一緒に戦えないのかよ。いっぱいだ。お嬢、いいのですか本当に。え、いいって何が？いや、そのもうドラちゃんまで何なの。私はもうバトルしないって決めたの。それだけのことじゃない。ああ、片付けなくっちゃ。ほうきほうきっと。いいんだもん、これで。何を考えてるか知らないけど、僕のこと侮っちゃ困るよ。爆眼シュッ。引っかかったね。ゲートカードオープン。レインフォースメント。このカードはバトルフィールド内にいる同じ属性の爆眼の数の100倍パワーレベルをアップさせることができる。つまりエルコンドルのパワーレベルは440になるのさ。それでもまだヒュドラの方がパワーレベルは上だ。そんなの知ってるよ。だからもう一丁アビリティ発動、ホットブラスト。これでヒュドラのパワーレベルは350にダウンする。どうだ参ったか。ならばこちらもアビリティ発動。まずはビーストライカーからだ。ガオス・オブ・ザ・ダークネス。しまった。レインフォースメントの効果が失われたか。任せて。みんなの仇は私がガッツリ通るし。頼んだぞハーピー。爆眼シュート、ポップアウト。じゃじゃーん、ハーピーちゃん到着。そんなにデス次元に行きたいか。やった、何カッコつけちゃってんの。超ウケるんですけど、おじさん。悪いがお別れだ。行けヒュートだ。
ち上がってようか。コンバ、こっちも一択。ああ、ゲートカードオープン。エナジーマージ。これでヒュドラのパワーレベルは350、対するハーピーは470だ。今度こそ仕留めてやる。アビリティ発動、フェザーストーム。これでさらにハーピーのパワーレベルは570にアップだ。いやー、どうだけー。カオス・オブ・ザ・ダークネス。おいおい、それじゃ勝てないぜ。なんたってハーピーのパワーレベルは570だからな。フュージョンアビリティ、ディストラクションバスター発動。お前のゲートカードは無効化され、一方でカオス・オブ・ザ・ダークネスの威力はアップし、ヒュドラのパワーレベルは550となる。何？マジで？よかった。ハーピー！まだだ、まだ足りない。レベル450だと。ボス、こいつはヤバいぜ。パワーが違いすぎる。ゲットカードオープン。クイックサンフリーズ。ハハ、悪いがこっちもただじゃやられないぜ。爆弾シュー、エルファント。アビリティ発動、グランドストライク。サイクロプスの絶対防御に誘い込んでやるぜ。エレファントとサイクロプス2体の攻撃でパワーレベル680。ヒュドラ覚悟。アビリティ発動、オレガノマーダー。なっ、待って、残念だったな。ボス、すまねえ。あんた最高のボスだったぜ。サイクロプス。ノー、なんだかとても嫌な感じです。ねえトラちゃん。はい。私のことみんな呆れてるかな。デス次元へ送られちゃったみんなやダンたちも。むしろ心配してると思います。え？お嬢の悲しみは仲間である自分らのものとなるんです。きっとみんなお嬢の力になりたいと、そう思っているでしょう。お嬢の悲しみのためなら何者とも戦いたいと、自分もそう思っています。ちゃん、何？どうやらお嬢を心配したお仲間が。え？俺を投げるやつがあるか！しょうがないだろう。ちょうどいい石がなかったんだから。だからってお前ってやつは。おう、ルノ、これやるよ。え？スタミナ野菜ジュース。
お前もうバトルしないとか言って元気なさそうだったからさ、お袋に作ってもらったんだ。ニンニクたっぷり入れといたぜ。うんじゃな、あのな、お前の分まで俺が戦うから心配すんな。じゃドン。ついに時は来た。爆眼シュポップアウト。アビリティ発動、グラビックチェンバー。闇の力には逆らえない。何？まずい。アビリティ発動、ダイブミラージュ。何が起きているんだ。原神せよ、デュアルヒュドラ。なんと進化だ。これこそが進化したヒュドラの姿だ。ヒュドラの進化。ご主人様、ここは私にお任せを。しかしセレン、お前を危険にさらすわけには。いいえ、私はあなたのために生まれし者。あなたのために戦うのが私の幸せですわ。どうかマインゴーストをお使いください。ダメだ。マインゴーストを使ったら最後、敵味方関係なく消滅してしまう。君を犠牲にすることはできない。犠牲ではありません、忠誠。それが私の幸せなのです。セイレン。さあご主人様、私を信じて。わかった、私もお前と共にある。行こうセイレン。はいご主人様。爆眼シュート。アビリティ発動、ダークオンゲイザーエクセドラ。ヒュドラ、グリフォンを攻撃しろ。化け物め。次は君の番だセイレーン。私は負けませんわ。行けヒュドラ。ゲートカードオープン、ピースメーカー。どうしたのですご主人様。進化したヒュドラを倒すにはマインゴーストを使うしかありません。命乞いでも始める気かな。そうではない。だが精霊を犠牲にはできない。私はこの手で行く。ゲートカードオープン。パワーレベルがプラス300だと。これでは精霊の攻撃アビリティでは勝てない。引くぞ精霊。アビリティ発動、ダイブミラージュ。隣接するカードへ移せ。違う精霊。そのカードはマインゴースト。なぜだ精霊。ご命令に背いたことはお詫びいたします。でも私の喜びはご主人様に忠誠を尽くすことなのです。よせセレン、無茶だ。お前の忠誠心受けてたと。どうしたらいいのだ。いいのですご主人様。覚悟セレン。その身を挺して主人に尽くすか。良い爆眼を持ったなクラウス。だがこれまでだ。アビリティ発動、グランドダウン。セレン逃げなさい。もう遅い。これでお前のゲートカードの効果は完全に無効化された。
主人様、先に旅立つ私をお許しください。セイレーン、我が愛しのバクガリンよ。ブローラーズ、次はお前たちだ。なんだって？もう一度お願いします。だから私やっぱりバトルやめるのやめたって言ったの。ごめん、お騒がせして。いえ、それはいいんでございますが。大丈夫なのですか？何か悩みがあったんでしょ？うん、でも私気づいたんだ。辛いから悲しいからって逃げてちゃダメなんだって。逃げてるだけじゃ何にも解決しない。立ち向かわなきゃダメなんだよね、自分の中の恐怖と。そうこなくちゃ。それでこそルノだぜ。イエス。というわけで今日は私におごらせて。さあみんな注文は？じゃあ俺はチョコパフェとチョコケーキ。ダンは甘いもの食べすぎ。野菜ジュースにしなさい。野菜ジュースに。ほれ、ったくだよ。つうかニンニクくせえ。この間くれたのを真似して作ってみたの。ニンニク倍よ。ありがとね、ダン。すっかり元のお二人でございます。ダーリン楽しそうです。よかったわね、本当に。ほら飲みなさい。ほらほら早く。俺とマスカレードの対決の時、もう許せねえ。今日こそ決着つけてやる。覚悟しやがれマスカレード。次回落葉、エグゼドラゴン爆弾シュート完璧。進化爆弾デュアルヒュドラの紹介や、硬い金属質のボディで首も2つに増えた超強力な爆弾だ。専用アビリティダークオンゲイザーは2つの爆弾に同時攻撃ができるんだ。こいつは強いぜ。